い、といったわけで無事に撮れましたので、今回はこちら南国物語、これを受精していきたいと思います。はい、といったわけで始まりました。改めまして平でございます、よろしくお願いします。というわけですね、タイトルスロー散歩でございます。第14回目、はい、スロー散歩のね、のんびりしたテーマなんですけども、こんなガッツポーズ登場させていただきました。はい、そんな感じで、今回なんと14回目、早いですね。どんだけスローマが散歩好きなんだって話ですけども、この企画どういった企画かと言いますと、各々のライター、さらには公約くんなんが、自分自身と好きなテーマ、それぞれのライターの、持ち味を発揮できるようなテーマで頑張っていきましょうといった、企画でございます。そして私今回撮りました、さっき映ってますかね、南国の物語、私オリンピアの騎士大好きですんで、今回はその南国物語を使って、テーマをやっていこうといった形でございます。で、今回のテーマはこちらと、はい、出てますかね、はい、こんな感じで、まあ、当たりですよ、初当たりの回数で、それに応じてプレゼント、視聴者様に差し上げられればなといった形でございます。まあ、ご覧の通り5回10回はさすがにいけると思いますけど、30回、どうですかね、実践時間17時前らしいんで、結構ギリギリかと思います。だ31個以上いっちゃうと、僕の、自腹でのプレゼントになっちゃうんで、できれば30に抑えたいというところもありますけども、そこら辺を、頑張って当てられるように、さら、にですね、まあ、美味しいところを見せられるように頑張っていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。頑張ります。本日実践させていただきますホールはピークス柳崎店。実践時間は、10時から17時。まあ、ミッション達成をできるかどうか、ゴールデンウィークど真ん中ですけども、南国物語頑張って打っていきたいと思います。はい、それでは、ダウコモの中に実践していきましょう。で、今日、まあ、初当たりの回数でプレゼントということなんで、まあ、クイックスタートして、ここ映りますかね、これですね、上長カウッター、まあ、ダービーをずっとしていれば、その累計の回数が当たった時のカウントされるんですけども、今日はこのクイックスタートで0からカウントしていきます。なので、これが5回、10回、15回、20回、30回と増えるためにプレゼントが増えていくといった感じで、分かりやすいんで、これでじゃあいきましょう。さあ、それでは早速実践していきますけども、1セットがかかっていれば朝一はチャンスでございます。なぜかというと、本機は、2つのモードございます。初当たりに関わる初当たりモードっていうのと、あとは当たった後、まあ、32ゲーム以内に当たるかどうか、これに関わる、飛翔モード、この2つのモードがあって、2セット後はそのどちらも優遇されております。あと現状設定変更時のそのモード移行しか基本は出てないんですけども、設定変更後約 3%、 どの設定でも約 3% の SP ダンクモードっていうすごいモードは、何がするかっていうと、そこに滞在している間、ビッグをストックし続けて当たった時に全部放出みたいな、そういうプレミアムモードがあるんで、設定変更がそれ全設定で 3% いきます。で、その見抜き方は、遅れ発生時にリプレイが揃った、それすなわち SP ナンクモードですんで、今日はとりあえず朝一でそれを聞き逃さないようにいきたいと思います。まあ、言っても 3% ですね。さらに他の初当たりモードに関しても、まあ、ABCD で、 D が3種類あって、まあ、D が一番当たりやすいんですけど、その D 以上に行く確率っていうのが、まあ、奇数設定だと 25% ほど、偶数設定でも 15% ぐらいはその当たりやすいモードに行ってくれるんで、なので朝一は初当たり、早い初当たりに期待ができるといった感じですね。なので、まずは今日2セットがかかっていることを祈り、さらにいいボードに飛んでくれていることを祈ると。で、まあ、後々1回当たったら説明しますけども、その飛翔モードっていう、その連チャンに関わるモードがあるんですが、それは、奇数設定の方が優遇されてるのかな、違う、偶数の方が優遇されてた、それは偶数の方が優遇されています。
秘書は A、B、C、3種類あって、まあ、B、秘書 B であれば32ゲーム以内に自力じゃなくても 20%、 C であれば自力じゃなくても 40% で当たってくれるので、まあ、まず B 以上にいるかどうかが重要ですね。でリセット後はその B 以上に 50% 以上でいくと、でさらに偶数設定であれば C にも期待が持てるといった形です。朝一は本当チャンスです。まず初当たり、早い初当たりも期待が持てますし、その後32ゲーム以内の連チャンにも期待が持てると。まあ、一応朝一振り分けはありますけど、8ゲーム、16ゲーム、28ゲーム、これが 1% ずつで、その次天井の可能性が759ゲームで996ゲームと、まあ、その天井の振り分けはあるにせよ、それ以外は基本自力で毎ゲーム抽選です。それに加えばレア子役であればちょっと優遇されているといった形なんで、完全にここは己の引きとの勝負ですね。ああ引いた、おかしいと思ったっすね。南国チェリーでございます。南国チェリー、サニーだろ、勝ちたっけな。初当たり、南国チェリー、これすなわちビッグ確定でございます。まさかの朝一のオケ何も関係なし。はい、いきます。これが、告知がリプレイもしくは3枚ベル時ですね。その時から告知が発生する。今当たってますけども、それ待ちです。南国チェリーの恩恵、今分かっている限りでは、ビッグがとりあえず確定。うわー、さっき不安だったんですけどね。こっからいきます。おはようございます。まさかと。引いたなー、いきなり。朝一一発目。ここは使ってください。ここは使ってください。ちなみに確率はどえらいフラグなんですけど、僕は今までプライベートは2回引いたことがあって、その結果先に一応言っておきます。初めて引いた時、初当たり当然ビッグ、その後レギュラーに初、これで終わり。はいね、しょぼいですね。2回目、今度はやってやるぞと引いた2回目、初当たりビッグで終了、以上でございます。なので今日はその記録は超えさせていただきたい。でしょばかったですよ、その時は。言っても、とりあえずビッグ引ければ 80% ループ直行なんで、平均でも5連ぐらいはね、してほしいですよね。今日ありますよ、この勢いは30間に合いますから、当然全然。逆に言うと、ここで伸ばせないとやばい。まさかまさかの一発ビッグでございました。まあ、南国チェリーは当然ですけども、さあこの後超ときめきゾーン32ゲーム間のここで、連チャンさせるか否かがこのゲーム数の肝になってきます。でここで、一つさらに熱く打てる方法を一つ教えますと、はい、本機は当たった時に、まあ、例えば、まあ、これはないな、例えばちょっと待ってくださいよ。はい、本機の告知のシステムに関して、例えばここで当たってたとします。ただ当たっててもここでは告知しません。じゃあどこでするかというと、リプレイもしくは、3枚ベル、
これが成立した時に告知が発生して押し順ナビを発生させてナンナを揃えると、そういったゲームなので、まずそこ一つ覚えるだけで熱く打てると思います。なぜかというと今揃ってますね、2ゲーム揃ってませんね。ここで、ダメだったってことが分かります。でこの32ゲーム間は約20分の1で、毎ゲーム抽選しています。なのでここの20分の1、ここでも20分の1、ここでも20分の1、こうやって期待度がだいぶ、ね、積み重なっているような感覚、これが本気の、面白いところです。まだ分かんない、これもまだ分からないですから、当たってればリプレイか3枚取り告知、だから今当たってるかもしれないですよ。ほら、ね、どっかで当たったんですよ。ここでリプレイか3枚が成立しましたね、告知が発生。ただどこで当たったかは分かりません。だこれを引き伸ばせ引き伸ばすほど当たってるんじゃないかという期待度が増幅していくと、これが本気の面白いところでございます。中作業見事レッチャンピック。よしよしよし、いい展開です。さあこれで2連目、次3連目。おお、チェリー、この超ときめきゾーン中のチェリーは期待度 25% あります。チェリーを行くならここ、はい、でまだ分かりませんね、 25% 当たってるかどうか、まだセーフ、まだセーフ、まだ分かんない。レバーして告知が出なければリプレイか3枚以外を祈る。まだ分かんない、分かんない、分かんないし、もう9ゲームを消化してるんで、そのあと当たってもおかしくない。むしろ逆にこれで当たらないとピンチです。でほら当たった、ちょっとどれで当たったか分かりませんけども、今積み重ね積み重ねでここで告知レギュラーですけども OK、 これで本日3回目。さてその後どうなったでしょうか。さあ次目指すは当然10回。32ゲーム間に、もう言ってるうちに32ゲーム間20分の1なんで結構厳しいかと思いますが、チェリー引けば当然 25%、 さらにスイカ引ければ 33% なんで、こうレアコエクを絡めることによってさらに連チャンを伸ばしていくと、まずは 25%。 おー、これですよ、これ今 25% が2回溜まってる状態です。あとはリプレイもしかされて告知されるか。39抜けましたけども、実は28ゲームから、ずっとリプレイと3枚引いてません。なので内部的にまだ当たってる可能性あります。リプレイか3枚引くまではまだ32ゲーム以内当たってる可能性あります。当然まだ分かんない。さあそんな5ゲーム間でいけてるのかって話ですけども、いやーなかったー、これで終了ですね。とりあえずレンチャーはスロ散歩。
さあ超ときめきゾーン抜け後は222ゲームが現状選ばれている可能性が 25% あります。なのでここで当たっててもおかしくない。あれ今停止音が無音だった気がするんですけど、ちょっとね僕あのイヤホンをつけてるんでちゃんと聞き取れてないですけど、もう当たってるんじゃないですか、ね、告知は当然リプレイか三枚役当たってましたね。220に引っかかっておりました。多分無音だったでしょうね、停止音が聞こえなかったんで。おお、ピックピックラッキーパターン。さあまさかまさかのピックでしたが、ちょっとあの音がちゃんと聞こえなかったんで分かんないですけど、無音だったら今思えばピック確定だった可能性が高いですね。はい、何はともあれここから 80% ループ、再び 80% ループでございます。この展開珍しいですけどね。さあ何はともあれここでさらなる連チャンを積み重ねたい。超超ランプボックスだってキュインジだけでこっちが光りますかね、当たった時は。ここに注目、ほら、よし、よいしょ、レギュラーボタン、まあ、よし、ノーゲーム。この顔はまず左にいる注目です。うわー、こういうことです、こういうことです。チェリーがクリア 25% スイカバイスマイナスの時点で 33% 以上、頼む。24ゲームですから。おお25% となれば、あっと、先3倍役はやばいぞ。わかんないですか、当たるでしょ、当たるでしょ。一応三枚役はビッグであればほぼ告知ありますけど、レギュラーの可能性は残るはずなんですよね。リプレイまでは一応わかんない。やばいかもしれない。いやー、終わった。ジャストサーチでリプレイゾーンだったね。これなかったっすね。いや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 、これは厳しい。あー、すいません、ありがとうございます、すいません、ありがとうございます。さあ天井まで追い返したところでレッドボールいただきます。ありがとうございます。さあ残念ながら天井まで半分ほど折り返したところで、シトザーゼムのマシン追加投資でございます。ジャストさっき500枚使ったんで、ここからまた2枚目を投入です。さあ大変長らくと言いますか、おそらく編集上はパスに切られていていきなり飛んでると思いますけど、僕は長らく回しておりまして、まもなく仮天井である759ゲームでございます。だいたい 50% ぐらいここで引っかかるんで、これはちょっとね、出玉もなくなって追加投資始まってるんで当たってほしいところですが、おー、バブタブですよ、勝負の時は。はい、ではこの後750件当たってる可能性があると。やっぱ告知は当然にプレイもしくは3枚役の時なんですけども、当選ゲームで、まあ、矛盾のような演出、例えば吸引告知であればまばたき演出一瞬誓ってしまったり、まあ、あとは、遅れだとか、無音だとかですね、そういう違和感が起こる可能性があるので、まずはそこを挑みましょう。もしかしたらまばたきかもしれません。
おお、いきなり引いた。ここで見事引きましたね。ちょうどリプレイもしくは3枚を。まあレギュラーでしたけど当たって嬉しい。 OK、 よかった。まあまああとはレッチャンに期待しましょう。さあそれではやっとの思いであったライアン59ゲームでレギュラーボーナスですけども、問題はここからですから、この、ね、32ゲーム以内に再び当てられるかどうかで、このレギュラー後、まあ、ときめきゾーン、ここは何が重要かと言いますか、まずはこの8ゲーム以内、超ときめきとの違いはまずここですね。8ゲーム以内にレアコヤコを引ければチェリーでも、10%、 スイカなら 25% と期待度が、この8ゲーム以降9ゲームから32ゲームまではちょっと期待度落ちてしまうので、まずはこの間にリアコヤコを引けるかどうか、ここを祈りましょう。いや3枚わかんないですね。さあここで答えが出ました。ダメでしたと。まあまあ一発目なんで、もともと厳しいと思ってましたから、今ので飛翔ボードが上がってくれていることを祈りつつ、ただい回していきましょう。よっしゃスイカ、スイカで当たっただろう。早い、100ダメ。よっしゃ次上げましょう。これはここはレギュラーで OK、 とりあえずいいよ。ちょっと挙動は悪くないんじゃないかと。前半はちょっとあのイレギュラーだったり全然見えてこなかったですけども、今になってちょっと悪くないぞという展開になってきましたね。まあ一応三日月はまああの資産の中では弱いですけども、出るに越したことはないみたいな感じですね。あの三日月よりもオリオン座だとか、あと流星群、ここら辺が出るとだいぶ強いんですけど、まあ、三日月はそこそこですね。とはいえ先ほど実はリプレイで色矛盾出てます。なので上にいてもおかしくはないんですよ。ってことは当たってもおかしくはないんですよと。よっしゃい、312ゲーム。まあここはレギュラーですかね、さすがに。ただ飛翔ボードいいはずなんで、この次注目。あの明らかにこのハマってる間ですけども、子役からのランプ矛盾急に出始めたんで、ちょっと現状数値分かりませんけども、この変化、この変わりようは C まで上がってるんじゃないかと睨んでおります。となると今の時点で天井、飛翔ボールに当たる可能性は 40%。 このあと主催率が出るかどうかですけど、ちょっとパトランラン出しておきましょう。飛翔ボードに当たってるのはもう一回パドって言ってくれる可能性あります。強気に。どうだ。あ、1ゲーム連打。なんで1ゲーム連はストックですね。とりあえず1ゲームで飛翔ボード天井ってないんで、ただこの時点でビッグ確定、まさかの
なんでか分かんないけどラッキーごめんなさい、本当にハーフできておりません。まさか光るとは思ってなかったんで。はい、ただこの時点ビッグチャンス準備中、つまりはビッグ、つまりは超ときめきまで確定。よっしゃ、まだまだ死んでおりません。さあパトランナーの激しい歌が鳴り響いておりますが、ちょっと僕はこっちの方が好きなんでこっちにします。恋のストーリーですね。さあこのおなじみの、まあ、南国育ちでおなじみの BGM に歌詞がついてますけども、5号機の南国育ち SP からですかね、これが歌詞がついたのは。さあちなみに僕の実践上、ここ1ゲームでパーって急に告知が出た時は複数ストックの可能性結構あります。実践上この後ダーハツが出てくる可能性あります。さあ出てくるかどうか、こうなるとピキッと光れば当然1ゲームで可能性ありますよ、ありますよ。うわほら、ズバリこれは期待できますよ。さあまだ出てくる可能性あります。で再び冷静に考えて SP 南国モードにいた可能性ももしかしたらありますね。そういえばなんかさっきリプレイで遅れたかもみたいなことを言ったのがいつだったか覚えてたんですけど、あと自分が1回 SP 南国モード入れた時は初当たりがビッグだったんで、僕てっきり SP 南国にいた場合は初当たりビッグになるかと思っていたんですが、それがもし違うのであれば、レギュラーもあるのであれば SP 南国これに滞在していた可能性も残ります。さあ出ておいで、よい、あるで、これはあるで、まだ続く、これはこれは何らかのイレギュラーなことが起こってます。今3発終了したんで、まだまだ出てくるでしょう。カモン、よし、はいはい、終わらない、はい終わらない。よもやの大連ちゃんののろしが上がっていると同時にプレゼント15回当たっておりますので3名様にプレゼントを差し上げます。さあさぞかし編集部も震えていることでしょう、何個まで行くんだっつって。さあ5発目はあるのかどうか。3D1、 よっしゃ、1ゲームでとさらに1ゲームで、終わらん、これは終わらんぞ。さらにこの後待っていますのは当然超ときめき 80% 力、それを残してのこの1ゲームでのビッグ大放出、この展開は僕も南国で初めてですね。さあ出てこい6発目、あ出てこないか、出てこない、5発で終了。まあ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 、おそらく SP 南国もしくは内部的に朝礼があるのであればそれの可能性もあり、
ただこれはでかい、一気に1決めで5発できましたね。びっくり。まあまあこれでちょっと終わっちゃって、こっからは自力で頑張るお時間です。せっかくこんだけ続いてくれたんで、あとは自力でなんとか締めを見せましょう。ちょっとね、テンパり気味ですけど、さあ行きます。ここから32キロ以下は当然 80% する。うわ、汗がやべこれであっさり抜けたら超かっこ悪いっすね。さすがにないよな、それは。さあ28ゲーム、ここは飛翔モード天井可能性あります。頼む。セーフ。まだあります。32ゲーム抜けてますけども、やべえ、やばい、コーナーピッチ。ただリプレイまでは諦めない。いないと思ってるでしょ、いないと思ってるでしょ。なので僕も割といないと思ってます。ほらね、終わった。早いよ、早いよ。当たりまして、1ゲームで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 終わりと。なんてやねんなんてやねスロー散歩。ちょっと今レンチャー抜けちゃったんで、気分転換にちょっと散歩しましょうよと。スロー散歩ですからね、今日初の散歩っぽいこと。今日ゴールデンウィーク真っ只中で、実は大盛り上がり。すげえ出てる。ちょ、こっちすごくないですか、この光景が。わあね、お客さんもゴールデンウィーク待ってどえらいいますんでそりゃこんだけ出ててもおかしくないですけど、ちょっと僕パチンコ全然やらないんで、これがどれぐらいすごいかもあんま分かんないですけど、これは出てるでしょ、これはね、光景はすごいですよね。ああ、まあ満席なんでそりゃこうなりますわ。これすごいですね。僕は何してるんですかね、ちょこんなことしても。僕もちょっと出しますよ今からね、残り時間頑張りましょう、頑張りましょうね。ちょっとこれに感化されて僕も頑張ろうかなね。スロー散歩。ランボなし、まあでしょうね、連着後ですからとなるともう自力で頑張るしかないでしょ、結局のところ。いやーっしゃー、うれしい。よっしゃ、よし、中に
さあこれ一発で終わらせる場合じゃない、あと2回で20回ですから今日。絶対当てる。なってみろなってみろ、あーダメだ、あーまあ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 でしょうね、まあ、今日はそうなんです。ちょっと時間的におそらくここを76以内に光らなきゃもう終わりかな。ここでリプレイが揃ったんですが、ここで終わりですね。はいはい、というわけで最後一応76まで夢見てみたんですけども、残念が当たらずということでこれにてお時間の実践終了と、なります。まあ、この後エンディング、ご覧いただくとして結果はそちらに預けますが、ちょっと連チャンに恵まれなかったのが残念なといった結果かなと。はい、それでは、エンディング締めさせていただきます。お疲れ様でした。はい、結果は、まあ、今日はあんま寒い関係ないんで、それからサクッといっちゃいますけども、投資が、1300枚でございました。で獲得の方が最後連チャンすれば取り戻せるかもって思ったところで全く連チャンせず単発で終わりまして、その分251枚ですので結果マイナス1049枚とね。なんであんな連チャンしないですかね一応 80% ぐらいあるんですよ、本当にあるんですけども、僕は下手でしたね。はい、というわけで残念ながら、あまり当てることができなかったんですけども、割とプレミアムフラグ的なのを引きまして、そこに助けられたおかげで、本日これの方が重要でございます。何回当てたか、結果18回でございました。まあ展開の方に頑張ったじゃないですか。はい、ではい、でその結果、プレゼント、その数に応じてプレゼントを差し上げますと言ってたんですけども、結果、5回超えて10回超えて15回超えて3名様ですね、3名様に、プレゼントを差し上げるということで、その応募方法なんですけども、その下にあるのが説明文、ございます。説明欄の、URL から応募していただけると思うので、そちらをご覧いただければと思います。ちなみに今日ゴールデンウィークのど真ん中だったんですけども、店内お客さんすごく多くて、まあ、パスももちろんパチンコもすげー出てましたね。はい、その光景ちょっと映ってるかどうかは分かりませんけども、どっかに映ってるんですかね、映ってますか。はい、パチンコすごい出てました。なので僕もそれに、乗じて、頑張ろうと思ってたんですけども、残念ながら僕はあまり出なかったといったところで、今回は、まあプレゼントはもぎ取れたんでそれで締めさせていただければと思います。ちなみに、チャンネル登録ですね、はい、これも編集部の人に説明してくれって言われたら一応しますけども結構やってるんですよ僕はい、そのチャンネル登録していただきますと、この新しい動画とか上がった時に更新情報が出るらしいので、そちらも登録していただければと思います。それではスロー散歩、次回誰が、挑戦するか分かりませんけども、そちらも楽しみにしていただければと思います。それでは以上、今回実践させていただきましたのは平でございました。どうもありがとうございました。バイバーイ。